けです。ありがとうございました。まず最初に山本先生、はい、その中で僕が経験した中で一番感じたのはベースを作るっていうのがすごく大事なんだと思います。状態でも動かしていくっていうのがポイントになります。この状態を30秒間ですねいきたいなと思いますが、これは一番高い水準に定めていますので20秒でも10秒でも問題ないです。はい、なのでそういう形で逆に気づくかなと思います。ブレてるってことは、パフォーマンス絶対上がらないです。いくら技術練習したと、ここ一番力入る先知時ですね。基本的にはジャンプをしてつく、ジャンプをしてつくわけなんです、はい、なので速い選手はここだけ頑張ってます。なんで。はい、どうぞ行きましょう。なんで止まります。あ、松さん止まります。止まります。ずらしてるから止まれないんです。はい、止めれてない方の大半をリズム無視してます、はい、走ることをがむしゃらで走ってる証拠なんですよ。全部着地するんですか。そうです、面で取れます。はい、面です。行きましょう、どうぞ。早くしない、早くするとリズムです。はい、1、2、3、4、はい、あれはね、あれって言うんですよ。うん、できてないけど、なのでこう構えたら多いのがこういう感じの後ろ大げさにあるではなくて、ちょっと待ちます。なのでこう構えたらこういうなんかシーン見えないですか。こういうふうにしてで、このままこうつけ多いと思う。これトップで何を意識してるか肩をしか開く。
今のめっちゃ良かったです。はい。はい。はい、良かったです。今日はありがとうございました。今日聞いた感想ですけども、私もずっと、マスターズで陸上をやっているので、普段心がけていることが、間違ってなかったかなというのはすごく、認識できたのが良かったです。で一方で、それが完全にできてないなっていうのがよく分かったので、それも収穫の一つかなと思いました。今日、教えていただいたことをベースに、しっかり身につくように今度頑張っていって、さらにパフォーマンスを上げていきたいなと思いますので、今日は本当にありがとうございました。基本的なまずスタブロのイロハからいろいろ教えていただいて、闇雲に普段はもう数だけこなしているような練習が多かったんですけど、やっぱり量より質やなっていうのをすごく今日は実感させられたのと、一番直沢にしてたところを教えていただけたので、今後の練習にすごい生きるなと思って、有意義な3時間と、コスパの高い1000円でございました。ありがとうございます。また機会ありましたらよろしくお願いします。お願いします。どうも今日はありがとうございました。今までがむしゃらにこう走るだけこうやってたような状況でしたけど、ベースを、ね、しっかりやるということしか教えていただきましたので、水平にしっかりと進めるようにこれからも、今日基礎を作っていきたいと思います。ありがとうございました。今日は山本先生に体作りから技術練習まで教えてもらって、で僕実は14年ぶりに陸上を再開したんですけど、すごいいい勉強になりました。で、ちょっとこのお腹とちょっと怪我も気をつけながら、その体作りっていうところやっぱ大事なんだなってすごい改めて実感したんで、そこら辺意識しながらぼちぼち頑張っていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。陸上未経験なので、でも障害スポーツとしていつかやってみたいと思っていた競技で、ただ海外にちょっと住んでいたので、日本に帰ったら入ろうと思いながら、それが3年ぐらいかかって今日やっと来れました。はい、すごい楽しかった。性格的に量で勝負したいっていうのと、あと本当にお恥ずかしい話なんですけど、昔足がすごい速かったっていうのがあって、でその時のこう風に乗った感覚が忘れられなくって、で40代なんですけど、こう人生振り返った時にどういう瞬間が楽しかったかなって考えた時に、そのわーっと走れた時の感覚が忘れられなくって、でちょっとやってみたいと思って初めてここにも来ましたので、いずれと思います。ありがとうございます。